少ない駒で寄せるテク。はい、今回はやや力戦調な居飛車の急戦との戦いです。今は左辺がちょっと攻められてますね。これはちょっと押し返そうにないので、こちらは振り飛車らしく玉頭で戦っていきたいところです。まずは手始めに角のラインで攻めていきましょう。もう一旦今日を浮いて軽く受けてきますが、こちらは桂馬を跳ねて玉頭から襲いかかります。これちょっと細い攻めにも見えるんですが、なかなかほどきづらい形なんですよね。なんとここから馬を切って金を打って端に追いやると受けが効かない形になります。ここからは詰み筋に入ってますよね。ここまで寄せ体感していただけたでしょうか。またね、バイバーイ。